お帰り。ねえ、どこに行ってたのどこだっていいって。確かにあなたの勝手ではあるけど。最近多くなったよね。私と一緒にいないことが。付き合い始めた頃はそんなんじゃなかったのに。友達とそっか。あなたにもそういうことあるよね。私だってあるのに。ごめんなさい。 ご飯できてるけど食べるうん。わかった。すぐに準備するね。今日はうまくできた気がするんだ。食べたら感想を聞かせてほしいな、なんて。ほんとじゃあちゃんと聞かせてね。<laughs> 美味しかったね。え自分で言うのはおかしい 別にいいじゃん。字が自賛ってやつ。君だって美味しいって言いながら食べてくれたし。私は満足です。お風呂うーん。今日は私から入ってもいいありがとう。なるべく早く上がるから。うん。それじゃあ行ってきます。あ、起きた 私だよ。わかるよね。びっくりしたよ。私がお風呂から上がったら、あなたが倒れてたんだから。眠っちゃってるだけみたいだったから、とりあえずベッドに寝かせたけど、大丈夫 <laughs> そっか。ならよかった。心配したんだからね。んどうしたの 動けないって、今気づいたんだ。<laughs> あなた、今自分がどうなってるかわかるわからない <laughs> そっか、わからないか。じゃあ、教えてあげる。あなたは、縄で縛られてるんだよ。どんな感覚なのかなどうしてって、そんなの決まってるじゃん。 私が縛ったからだよ。あなたが最近どこに行ってるのか、さっき聞いたよね。友達と遊んでたんでしょううん。別にそのことを疑ってるわけじゃないんだ。普通のことでしょでも、私気づいたんだ。このままあなたが家にいないことが続けば、私のことをどうでもよく思って、そのまま帰ってこなくなる。 そんなことが起こるんじゃないかって。だから、そうなる前に手を打たせてもらったよ。こうしてあなたを縛っておけば、そんな悲しいことは起こらない。私もあなたも幸せ。そうでしょああ、そういえば、あなたのことを眠らせたのは私だよ。美味しいご飯の中に、ちょっとした薬を入れたんだ。 今すぐにでも捕まえておかなきゃって思ったからね。あなたは、私の恋人。他の誰かになんて渡さない。ずっと私の隣にいてもらうから。いいよね。うん。それじゃあ今日はこのまま、楽しいことをしちゃおうかな。抵抗できないあなたはどうしようね。 私の満たされない心を、あなたで満たさせて。ふふ。大好きだよ。